再生のことは何もないんだね。へー、その分魚市場へ使ってくると魚市場食堂ってなってんじゃん。あるやん食堂。よしよし、いい時間にいい飯だ。よし、完璧ではないか我が君は。あ、すごいね、引きの打ちどころかね、完璧な段取りじゃないか。問題は粉はめだったんで、一番の恐れが空いてるかどうかっすね。それはちょっと怪しいな。大丈夫じゃないかもな。空いてなかったら私はもうそそくさと、さっきの小柄だったっけ、小柄じゃねえ、なんだっけ、小島でしたっけ、あっちの方目指していきましょう。そこはもうガチの市場だもんな。え、消防分団のなんかやつが出てるじゃん。あれ分団のやつっぽいな。へえ。ホースな感じとかでも結構レトロじゃない？市場があってどこかにレストランとかあるのかな。もう市場の農園は出てるね、向こうの方に出てるな。はあ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 、しよ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 し、いや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 、片付けないよ、こっちからこっちからこっちに入っとってもいいですかな。15時まで営業。魚市場食堂あるね。300m 先。ちょっと遠かったけど。思ったより遠かったけど。いや、もうここまで来たくて。管理組合があって。シャッターが閉まってるように見える。へえ、何？案内だけやってるやつなのかな？150m 左折。まだ先なんだ。意外と距離あるじゃねえか。普通に飯食って、姫駅戻ったらいいぐらいじゃね。駅前散歩にするか。いい雰囲気じゃないの？え、150メートル先。え？でも完全に、完璧だよね。あれ？ここを曲がって、そこが食堂なのか。あ、行き過ぎだ。渡っちゃっていいかな。今は曲がってくれ。ちょっと離しとこう。へえ。10時半、早すぎた気もするけど、9時オープンらしいから。やもう開いてる。あ、でも乗れは出てるね。大丈夫かな。備中食堂はいいね。水曜晩食。
ここから入ればいいのかな。でもやってんのかな。電気の感じは怪しいけど。食券機にて呼び出し。平日は6時半から、もう全然早くからやってた。協力はどうかな。フェスポでいいのかな。よっしゃ、ちょっと。でも。さあ、食べてきましたですけどね。氷見魚市場、魚市場食。うまい。これは当たりだ。この店はすごいですね。もう今ね、入った時間が早かったんで、まだ11時過ぎちょうどぐらいなんですけど、今ね、続々と車がもうどんどんと入っていって、これじゃね、もしかして私が無知なだけだった、もうほんと全国から来てるもんね。品川、何は、富山地元だし、相模、名古屋。あ、で、富山の車、地元の人もよく来てるから、これは多分相当有名なんでしょう。そしてそれは間違いない。あのね、めちゃくちゃうめえわ。あのね、今まで、もうね、5年、これ、カメ、こっちのね、YouTube でやるのって5年ぐらい。それ以外にもね、いろいろ、ブログでね、更新してた時代とかね、いろいろと、合わせて、なんやかんやと、活動が22年、もうすぐ23年とかって言ってる、ところなんですけどね、これ過去一かもしれないレベルでうまい。これはすごい。食べたのがね、氷見丼かな、氷見海鮮丼だったかなっていうやつで、いただきましたけど、まあ、いわゆる、鉄板名物っていう風な感じだったんで、まあちょっと鉄板のやつで行ってみましたけどね、うまいわ。ね、写真ね、ちらっと撮りましたけど、こんな感じで、まあ、日替わりらしいです。あ、だからその日撮れた、上がったやつでいいやつを、ここの市場で出すよってことなんですけどね、もうね、市場直送でもね、ここまで直送、この前のどこだったっけ、オバマじゃなくて、京都の宮津だ。宮津でね、いたときも漁港直送って言ってね、漁港からね、もう漁港があって、漁港で取ってる漁師さんの船着き場の、真向かいにね、あるっていう感じの、ね、ところはありましたけどね、ここはなんとそれを超えましたね。もうね、写真の2つ目あるかな。じゃあこれもう11時の段階、もうこれぐらい実は外に行列ができちゃってるっていう、あれなんですけど。なんか下のところが漁港になってますね。漁港とどういうね、あれなんか合成なんかと思うかもしれませんけどね。もう本当に漁港の取れたところの2階です。すごいわ。もう本当に、山直も直ですね。ですからもう漁港のそのまさに荷卸し場の卸し場のもうど真ん中に、中に作っちゃってるっていう、ところなんでね、もう食べ応えも抜群。ああ、これはね、ご飯が足りなくなっちゃうレベルで、刺身もりもり。いや、すごかったですね。で、地元のね、その旬のやつっていうこと、感じなんで、今日出てたのが、鈴木しらす、しらす、あと、タイとか、あと、姿居ということでね。うん。ですから、あまり他のところの海鮮丼では、一般的にね、見る海鮮丼と違ってサーモンが乗っててマグロが乗っててっていう感じの、やつではないんですけど、完全にラスボスクラスのやつが全員揃ってるというね、めちゃくちゃ強い。これはデレ強い、これは満足だ。これはもう勝ったね。今日も大調理すごいわ。これもよし。いいところ当てた。で、番屋街とかがあって、この辺りとかも全部あれなんですね。で、すけど、あと30分ぐらいなんだよな。あんまり実はこっちの奥の方見れないと思ってるんだけど、実はこの後また車で来れるっていうね。
なんでちょっとそっちの方で、この辺りあのいっぱい止めれるところもあることがね今判明しましたんでね、駅前じゃなければいけるな、うん、ああ後々また来ますよ、うん、どうせあの和倉温泉の方に向かわないといけませんからね、あっちの方どうやって攻略するかな、ここみたいにこんな感じでうまいことね無料駐車場があってそこからちょろっとね乗って、やってきたらこんな漁港があって富山強えな、富山相性いいな、いや正直このローカル線旅のターミナル制覇って言ってねこの端っこ端っこやってるやつにしてはねあの劇的に効率よく回れてますからね、しかもちょうどこの歩いてる時だけ雨降らないっていう、ありがてえ。刺身とかがちょっと薄くのあれになってましたけど、メニューがちょっと絞られてたみたいですね、お盆の期間って形なんで、ちょっとあの値段はなんか普段よりちょっとあの上げてありますっていうことらしいんですけど、うちのいただいたのがこれで2180円で、もうあのこの、漁師汁、あら汁ですよね、もう、ついてですかね、これ全部込み込みで2180円なんで、これはこれ全部で1人前ですからね、これあのこれ丼の1人前ですからね、これはね、いや、いい、全然いいよ、2100円だったら、うん、これ他普通に他のところとかでね都心部で食べようと思ったら3000円は優にくだらんレベルのやつが出てきましたから、刺身ももう盛り盛りですから、ちなみに、ちょい盛りみたいなやつもあって1800円ぐらいだと、もうちょっと刺身の盛りが、おしとやかなやつにもなるらしいんですけど、ああこれはね確かにねご飯がかなり行方不明になっちゃうんで、逆先じゃないですけど、本当に、魚は盛りすぎてるんで、ご飯の比率が間に合ってないっていう、魚で膨れるんで、結構、うん、ご飯なし、あれにしなくても良いとは思います。っていう、すごい、いやー、出来でしたね。で、時間が実は、だからもう、あともう11時15分だから、30分ぐらい出ちゃうんで、漁師汁がその鍋温めてね、食べる。1人前でもちゃんとガスで温めて食べれるように、全部、仕立てしてくれてあるっていうもんで、ほんと、ちょっとした懐石料理な感じじゃないですか。で、そんじょそこらの懐石料理屋で食うよりも、新鮮な刺身が食えてっていう形でなんで、なんで、そういうところのね、本当に直送ならではなのが、刺身がね、キンキンに冷えてないですよね。いわゆる魚の脂がちゃんと溶ける温度になってるっていうのもね、でご飯も、酢飯じゃなくてあったかいご飯という感じなんでね、うん、まさに漁師さん仕様って感じでしたね。なのでね、魚の脂がね、まあ、特にしかも新鮮な、白身魚メインだったんでね、特にこれがねもうねトロトロなんだわ、これはねこれはね魚のね、トロ感がね、トロ感をね、存分に味わえるんでね、これはすごいわ。いやもうね、結構満足。いや、これはね、もう本当当たりランキングで言ったら、最上位区別ですよ。うちのところのこうやってフラッと入ったシリーズでいくと、最上位クラスね、ですから、岩見じゃなくった、水間観音行った時のね、あそこの、岩井精肉店さん。岩井さんでしょ？岩井精肉店さんでしょ？で、神山食堂さんでしょ？もう特 A クラスっていうと、あとは、どこが入ってきてるんだっけ？あそこで、上新の駅前にある、マルコっていう、精肉屋さんが2つ入ってるんだな。精肉屋さんですけど、この木の精肉屋さんはあれですね、裏で角打ちみたいな感じで、その場で精肉したてのお肉が、調理していただけるっていう。
あれは角食いとでも言いましょうかね。うん、角食いってのはあれですね、あの居酒屋の奥にちょっと飲めるスペースとおつまみが食べれるスペースがあって、酒屋さんでそのまま買ったのをそのままぐらい食いって飲むっていうのが角打ちって言うんですけどね。あんま三重県では見ないよな。九州とかだと多いらしいですけどね。まさに、ね、あのまどこさんのところは角食いって感じですよね。ほんと精肉屋さんのところ奥行って、お食事いいですかって言うと、なんか奥にちらっとのれんがあってくぐると実はそこにカウンター席があるっていうね。うん、まあ表にあの飲食、あの食堂あり、定食ありますとかって書いてありますけどね。南中道。これは越前車庫なんだ。越前になるんだ。はあ。